今年も被害が相次ぐ特殊詐欺ですが、逮捕者の多くが30歳以下の若者です。なぜ若い世代が詐欺に手を染めるのか、元詐欺グループメンバーの証言から浮かび上がってきた理由とは。逮捕された瞬間は、やばい、やっちゃったとかっていうふうにしくじったぐらいにしか思わなかったですね。こう語るのは、かつてオレオレ詐欺グループに所属していた県東部に住む20代の男性です。男性は受け子として高齢者の自宅に金を受け取りに行った際、待ち受けていた警察に現行犯逮捕されました。受け子は本当に捕まる少し前まではちょっとやってて、でその前はその中堅役。男性は特殊詐欺グループの中で受け子を探したり、被害者から受け子が受け取った金を回収する中堅という役回りだったと証言します。ツイッターだったり後輩とかに知り、後輩の知り合いとかに声かけてとかっていう形でやってましたね。1日日当5万円とか、9時から3時まで1日日払いで、日払い OK とか、1日だけで大丈夫とか。実際に犯罪に手を染めると、信じられないくらいの大金を扱うこともあったと話します。1件で最低200万円なんですよ。多いと1件で1000万とか。僕その方に入ってくるお金が20% から 10%。 男性が詐欺に関与した3ヶ月間で報酬として手に入れた額はおよそ600万円。しかし次第に受け子役が集められなくなり、自らが受け子になるとすぐに逮捕されました。特殊詐欺については10代から20代の検挙が全体の7割を占め、若い世代の関与が圧倒的に目立ちます。犯罪を犯した若者の立ち直りを支える保護観察所は、その理由をこう指摘します。一番大きく考えられるのは、やはり安易にお金が手に入るということだと思うんですね。お金に困っているときに何か手っ取り早くお金になる話はないかなっていうようなものを探しているようなときに、たまたまそれを見つけるというようなところで手を染めてしまう。元メンバーの男性もお金が稼げるという理由で犯罪に手を染めましたが、結局逮捕され懲役3年執行猶予5年の判決を受けました。結局捕まっちゃうとこう長いじゃないですか今って重いので、それで考えても別に普通に仕事してるのとそこまで変わらないから、そんな人を傷つけながらそこまでのお金しかもらえないんだったらやめた方がいいと思います。振り込め詐欺の場合、通常詐欺罪が適用され、有罪となった場合は10年以下の懲役が科されます。当然ですが、捕まった時の代償は計り知れません。